横倉てるおは、日本の薬学者、実業家。学位は、薬学博士。株式会社、ヤクルト本社中央研究所研究員。株式会社、ヤクルト本社中央研究所所長。株式会社、ヤクルト本社医薬品本部本部長。株式会社、ヤクルト本社専務取締役、財団法人。ヤクルトバイオサイエンス研究財団理事長。 ヤクルト健康保険組合理事長、製薬学誘拐会,会長などを歴任した。静岡薬科大学に進学し、薬学部にて薬学を収め、1965年に卒業した。その後、静岡薬科大学の大学院に進み、薬学研究科にて学んだ。1969年3月に、静岡薬科大学の大学院にて、修士課程を修了した。 それに伴い、薬学修士の学位を取得した。また、ラクトボシラス KCE のファージレセプターに関する研究と題した学位論文により、1973年12月に、静岡薬科大学より薬学博士の学位を授与されている。大学院修了後の1969年4月、ヤクルト本社に入社した。同年、 ヤクルト本社の中央研究所に研究員として配属された。1999年6月にはヤクルト本社の取締役に就任するとともに中央研究所の所長を務めることになった。2005年6月にはヤクルト本社の取締役として専務に承認するとともに医薬品本部の本部長を務めることになった。その他、 ヤクルトバイオサイエンス研究財団においては、理事として常務や理事長を務め、ヤクルト健康保険組合においても理事長に就任するなど、ヤクルトグループの養殖を歴任した。また、2007年4月からは、日本ビフィズスキンセンターの理事も務めた。2011年7月、ヤクルト本社を退職した。カンプトテシン入りの手間な業績としては、カンプトテシン系抗がん剤。 塩酸入りの手間の開発に成功したことが知られている。従来、キノリンアルカロイドの一種であるカンプトテシンには抗腫瘍活性があることが知られていたが様々な副作用を伴うことから抗がん剤として利用することは極めて難しいとされていた。かつてアメリカ国立がん研究所が創薬に取り組んだが臨床試験で重大な副作用が見られたため、 治療薬としての開発そのものが頓挫する事態となっていた。しかし、横倉は、宮坂正や沢田聖子らとの共同研究において、カンプトテシンの化学構造を変換させるなど、これらの問題の解決に取り組み、十数年の歳月をかけて、カンプトテシン系抗がん剤、塩酸入りの手管を開発した。カンプトテシン系抗ガ剤の開発に成功したのは、 横倉らが世界で初めてである。後年、この抗がん剤は世界各国で承認されることになり、1000億円規模の医薬品市場の創生につながったとされる。その結果、横倉らが開発した塩酸入りの手間は、初期開発から市場開拓まで我が国で主導的に進められた医薬品開発の先駆的な成功事例と評されている。 これらの業績は高く評価され、2011年には日本眼学会と中外アンコリジー学術振興会議からジャカチャーを賞が贈られている。また、2013年には材料科学技術振興財団から山崎、定一賞が贈られている。静岡女子薬学校、静岡女子薬学専門学校、静岡薬学専門学校、静岡薬科大学、 静岡県立大学薬学部の卒業生や教職員などで構成される製薬学友会では会長を務めていた。2018年には任意団体から一般財団法人への移行を果たし、2020年に会長を退任した。ありがとうございます。